全確認くん。さあこのコーナーは、工事現場をはじめ日常の安全を守る緑安全さん、リスナーにも日頃から安全確認をする意識を高めてほしいという思いから生まれたコーナーです。これ日常のシチュエーションに対して安全確認くんが、どんな安全を確認しているかを送ってきてもらっています。なるほど、はい、ありがとうございます。いやこれも今日も緑安全さんがいらっしゃってます。すみません、本当にありがとうございます。すごい今日は、ね、4人もいらっしゃるということでありがとうございます。ね、みそぎ安全さん、ね、緑安全さんね、緑安全さんね、そんな言い方、ね、するなよ。安全に4人来てくれたんですね。安全に、それ1人では、2人ではとなって、安全にもう手薄にならないように4人来てくれたいやそれ、まあ、それ4人なら間違いないですか、それ。さすがでございます。ありがたい。これ7月中はコラボさせてもらうっていうことになったんですけどね、はい、ただこのコーナーがまあちょっとなんかね、うん、まあ、前、まあ、なんかちょっと嫌な、嫌なやつ、別に、まあ、先週例題とかをねちょっと安全を、ね、確認してくれる、すごい嫌なやつだったんですけどね、安全を確認してくれる安全確認くんですからね。心配ですけどね。参りましょう、ラジオネームパンザワ、今日はサウナで汗を流そう。サウナに入ることで運動した気になってませんか？サウナで汗をかくだけで痩せた気になってませんか？体重計に乗って減っていなくてもタオル巻いてるしなと自分を納得させていませんか？ああ、確かにね、うん、これはもう太っちゃいますから安全を確認しないとやっぱり。安全確認、安全じゃないね。安全ですよ、ダイエット、別にその安全確認してる、危険ですから。太っちゃうと危険なんで、その安全の、まあまあね、安全の確認です。あ、体がね、はい、体重確認くんですね、これね。いや、安全確認くんですよ。体調の危険、トレーナー、ね、トレーナーくんじゃないです。トレーナーくんじゃないです。パーソナルトレーナーくんパーソナルトレーナーくんじゃないんですよ。違いますか？安全確認くん、そう、本当に体調悪くならないような確認です。なるほどね。ラジオネームダサク、お、鯉の餌売ってるじゃん、あげよう。途中で飽きて雑にばらまいて終わったりしませんか？ものすごい量の鯉が飛びついてきてドン引きするんじゃないですか？いいだろ、別にいいだろ、好き勝手やらせて、安全確認ですからね。いや好きにやらせてやれよ、別にお金を使いすぎない、そういう散財しないように安全をね確認してくれる。別にいいじゃん、その、最初序盤、最初はパッて上げてて、もうなんかこれなんかもう飽きたなってなってドバドバドバってめちゃ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 ってそうで、いいじゃん別に、前半楽しいん で来ちゃって、うわ気持ち悪いって、お金払ったら気持ち悪い思いしないっていう安全を確認してます。いやまあ安全確認くんなのかな、はい、それ参りましょう、ラジオネーム前年投手戦士コピーマン、お、ラッキー、今日はあんまり並んでない、この前からこの店来たかったんだ。本当にそこ並んで大丈夫ですか？そこは最後尾じゃなくて道を開けるためのとこで、よく見ると向かいの道路のところでトグロを巻いた感じの行列があって、みんなそこじゃねえよ、こっちは1時間前から並んでるわ投手がって目で見てきますよ。ああ怖いよね、怖い怖い、それは怖いね。途中に並んじゃってね、ある、あ途切れてるだけである、 あれ怖いんだよ、怖い、 あれ俺も安全確認なんで、あまあ安全確認そうそう、ちょっと攻撃的なその目線で見られるもんね、あれはもう本当に怖いよね、確かにね、間違っただけなのに、そう、お前そんなに並んでねえわけねえだろっていう感じで、この店だぞってね、そう確かにそれ辛いわ、うん、これはいいね、ラッキーじゃねえんだよバーカっていう目で見られる、ね、なんでそんな攻撃力強い目なんだろうね、ねあいつらね、うん、あいつらねっていうかあいつら本当にさ、まあそれは安全確認か、最後ラジオネームハートマト、せっかく歴史書館に来てるんだから展示物の説明を聞くためにこのボタンを押してみようと、一度ボタンを押してしまったらなかなか説明が終わりませんが、あなたにはそれを聞くまで最後まで聞く覚悟があるとでも言うのですか？あるとでも言うのですかって、なんだその言い方、あるんですかでいいよ、うん、終わんなかったね、終わんない押しちゃうとね、長いんだよ、長いね、あそう、そう、うん、なんとなくテンション上がって押しちゃうんだけどね、押しちゃうんだ、長いんだよ、そうそう、うん、あれまだえ、うん、みたいな、そう
で次の人来ちゃってね、そう次の人は途中から聞く羽目になっちゃって結局次の人もだからもう一回押しちゃう。これ長かったんだってなって、うん、でもう一回押せば止まるかなと思ったら最初からなっちゃった、うん、もう悪循環ね、負の連鎖が止めらんないっていうね。これは安全を確認する、安全確認ですかそれ。これはもう危険ですからこれは完全に、うん、危険なのかな、歴史上間では。そうか、はい、ちょっと分かんなかったな、うん、ということで今日は以上でございます。はい、安全確認くん。このコーナーは工事現場をはじめ日常の安全を守る緑安全さん、リスナーにも日頃から安全確認をする意識を高めてほしいという思いから生まれたコーナーです、うん、日常のシチュエーションに対して安全確認くんがどんな安全を確認しているのか送ってきてもらってます。今週もありがとうございます。あー、緑安全さんいらっしゃって、今週もね、いいねいいねって言って、なんか一瞬いいねって言って、なんか緑安全さんに対して本当いいねいいねって言っちゃってるの、なんか今週も3人来ていただいてすいません、安全に3人来ていただいてるわけですからね、1人じゃということで、1人じゃ手薄んだという、そんなことないですけどね、そんなことないし、1人でも来てくれたらありがたいですけど、3人もいらっしゃってるんでより嬉しい、寂しいということでね、安全に予算に来てもらいます、はい、ということで参ります。安全確認、安全確認もちょっと怪しかったね、もう、ラジオネームパンザワ、よし今日は健康診断だ。身体測定の時、首を伸ばすことで身長を高く見せようと抵抗していませんか？看護婦さんにはその浅はかな愚行を気づかれてますよ。だからもう安全確認じゃないよ。嫌なやつ、シンプル。気づかれないように。いいじゃん、別にそんな。疲れたら危険ですから。危険じゃないって別に、いいじゃん、それ。嘲笑われちゃいますから。それぞれ愚行とか、そうなんか。テンション下がっちゃいます。はい。愚行とか、そう、攻撃力がちょっと強まってきてるわ。まあ、本当に。看護婦さんはそういうふうに思ってますから、愚行だなって。愚行だなって思って、あ、頑張って、かわいいねって頑張って。マイナスして報告してますし。嫌なやつだな、看護師さんも。参ります。ラジオネーム、ダサク。デパ地下のお惣菜、美味しそう！明かり売りの値段舐めてませんか？あんかけでグラム数を稼がれた挙句、ちっちゃいトレーで800円ぐらいになりますよ。それ安全、まあ、安全確認半端じゃないからね、半端じゃないね、ああ、これそんなするんですかってなるね。そう、もう本当に考えらんないよ、そうグラムだからね、嘘ってこんな高いのって、そう、あれ買えたもんじゃないよ、誰が買うのって、本当にエビマヨ2個しか入ってないんだけどこれで 500? みたいなこれはもう危険ですからね。それ分かる。その別に、いいじゃん、美味しそうっつって、はい、その別にこれから楽しもうとしてる人に、はい、いいよ、言わなくて別に。危険なんで危ないんだよね。そのもうキャンセルできないんで、このパターン。経済状況も知らないだろう、別に。ラジオネーム、わなびーもち。みんなでゲームセンターにあるカーレースで対戦しよう。対戦するのはいいですけど、終わった後のことを考えてますか？1位になった人だけもう一回遊べるよみたいなのが出てきて、その人が終わるまで待ってる変な時間ができますよ。あるね、これ危険よ、これあるね、うん、コンティニューできちゃうの、一人だけ、ああ、うん、あれも地獄の時間だ、確かにね、なんだこいつだけって、最悪のウィニングランですから、いや確かにね、ああ、そう、そいつがまたなんかその CPU でも1位になっちゃって勝っちゃったでしょ、また続いちゃったでしょ、そう、何なんだよお前って、これ危険です、はい、続いてラジオネーム、ストレンジラブ。田舎の山荘に行こうっと。殺人事件起こりそうじゃないですか。その土地に代々伝わる民謡に沿って連続殺人起きそうじゃないですか。大丈夫、漫画読みすぎ、安全確認くんが金田一くんじゃん、もうそれは。安全確認くん、ちょっとあの船、縛ってるロープみたいに切られちゃって、うん、帰れない、もう出れないぞって、読みすぎよそれ、そう、うん、怖いっすか、ね、漫画、うん、ラジオネーム、内閣引き目ゴリラ。いやー、カラオケは楽しいなー。あ、次は俺だ、アジカンでリライト歌います。サビ前の感想がめっちゃ長いですけど耐えられますか？ピンポイントでリライトね、リライトのサビ前の感想がめっちゃ長いですけど耐えられますかって。
それ分かってるよ、多分入れる人別に。入れないと倒って言うぐらいなんだから、いやいや入れてるし。感想のことまで考えてないですもんね。飛ばせるし、別に。これは安全です。確認しないと、やっぱり。飛ばせるし。飛ばすのとかも、あ、飛ばしちゃってんなって思われちゃいますから。うるせえな。確認です。最後。ラジオネーム、前年投手戦士コピーマン。さあ、僕の顔をお食べ。そんなに気軽に顔を上げて、また肝心な時に力が出ないなんて言うんじゃないでしょうね。あと、どうせスペアがあるなら、できればそっちの焼きたての方を提供してもらうわけにはいきませんか。そういうことじゃない。サメさん、そういうことじゃないから、自分の顔を犠牲にしてくれてるって、うん、あの思いがいいわけだから、ね、あ、そっちあげればいいのに。違う違う違う、スペアがあんだから直接こう取ってくれるのがいいんじゃん、ということで、安全が今週も確認できましたね、うん、確認できたのは、今週は以上でございますね、はい、ということで引き続きこのコーナーの投稿募集しております、うん、笛を鳴らすタイミングも書いてもらえると助かります、うん、全確認くん。さあ、このコーナーは、工事現場をはじめ日常の安全を守る緑安全さん、リスナーにも日頃から安全確認をする意識を高めてほしいという思いから生まれたコーナーです、うん、緑安全さん、ありがとうございます。今日もありがとうございます。今日もいらっしゃってくれてます。 ありがとうございます。今日も偉い方が、今回は副社長、副社長ありがとうございます、すいません副社長、一目で分かりました、副社長だということが。一目ではなかなか、ね、もうリラックスポロシャツスタイル、副社長のなかなか副社長とは一瞬ではね、なかなか副社長ぐらいになんないとあれぐらい逆に、ね、せないですから、やっぱりね、すいません、ありがとうございます。本当に本当に、安全を守っていただいております、ね、日常のシチュエーションに対して安全確認君がどんな安全を確認してありがとうございます。そのテンションで説明するんじゃない。いや、残念ながら今週で最終回、最終回ということで、このコーナー私気に入ってるんですけれどもね、はい、ありがとうございます。確認になってるのかな、分かんないですけど、はい、参ります。安全確認くんです、ラジオネームシャカリキコロンブス。あー、今年も暑いから夏休みは避暑地に旅行に行きたいな。避暑地って言っても結局はちゃんと汗かく気温ですけど大丈夫ですか。このように避暑地と呼べる場所はスーパーの野菜コーナーだけですよ。避暑地、避暑地、本当ですよね。いやいや、でもそう、分かってるよそれ、もう涼しいのはもう野菜コーナーだけですから、ね、本当に東京野菜コーナー寒いですからね、あれはね、野菜コーナー寒いね、ちょっとは涼しいから別に避暑地って、参りましょう。ラジオネーム知る権利2006。今度の金曜ロードショーはジム・キャリー主演のマスクだ、家族揃って見ようっと。バルーンアートの風船とコンドームを間違えるシーンを見て親と気まずくならないですか。あったって、そんなあったか。こういうギャグもありますから、ね、やっぱりね、うん。結構あるからね。気まずいでしょうしね。こういう色系なこのね、シーンもね。はい、うん。気まずいですよね。そうね。これは安全確認だね。面白いっていうイメージで見ちゃうと、こうなりますから、うん、そうそう。これは素晴らしい安全確認、ね。安全確認ですよ。参りました、続いて。ラジオネーム、パナマからの始まり。今日の昼ご飯は中尾にしようかな。中尾の券売機。発見するときの音が思ってるより5倍でかいですけど、腰抜かしませんか。間違えてメニューを先に選ぶと、先にお金を入れてくださいってアナウンスが何回も流れて、めっちゃ煽られますよ。いいじゃん、別に。これ安全確認、ね。安全確認じゃないよ、別に。うん。いや、そんなのは、いいの、それは別に。お金入れてくださいもちゃんと教えてくれてんだから。そうなんですよ。うん。音でっかいのもなんか。ね、厨房の方で、うん、親子とか、聞こえてくる。でっかいんだよね、あの音。最後。ラジオネーム、ぷいぷい。わー、トウモロコシが安い。一人一本ずつ5本買っていこう。本当にそのまま買って帰って大丈夫ですか？近くのゴミ箱に剥いた皮を入れるのなら捨ててった方がいいですよ。トウモロコシの皮の量、侮らないでください。生ゴミの袋があっという間にいっぱいになりますよ。あ、確かにね。ベリベリベリって、すんごいんだよ、量ね。そうね。ちゃんとしたこと。ちゃんとしたことです。安全確認っていうかね、はい、まあこれは優しいね、優しい最後ね。ねえ、ああ、以上でございます。わあ、
今週で終了ですって。いやー寂しいですね。面白いねこのコーナーね。これは終了しなくてもいいんじゃないですか、うん、やっててもいいぐらいだねもうね。これどうですか、うん、これ来週もね、うん、別にコラボコーナーとしてじゃなく安全確認を組むやっても安全確認くんだけ残って、っていういいですか緑安全さん緑安全さん確認取ることなんですか、これわかんないですけど、いかがですかねこれね考えますオッケーオッケーじゃないでノリノリで答えてくれるかと思いきや ねそうか安全確認、ね、これも確認してから確認、ね、そうですそんな感じにいいよって言えないですか そりゃあ絶対オッケーもらえると思って言ったらそれは調子に乗らないから確認しま す確認しますそして、番組オリジナルの折りたたみ防災ヘルメットもたくさんの予約いただきねありがとうございましたありがとうございますはいこれ結構な数ね予約いただいたこれ週間1位とかになったんでしょTBS ショッピングね、なんかサイトでね。ありがたいです。ありがとうございます。はい、だこれもう、それだけ安全に備えてくれてるということですから。うん、そうですよ、ね、それもう、備えることにね。そうです。越したことはないですから、うん。なんで、まあ、先週も言いましたけど、いつか、これ被って避難訓練イベントね。はい。ハライチのターン、緑安全コラボ避難訓練イベントとかまた、はい。やりたいですけどね。できたらいいんですけどね。はい、まあね、はい、スポンサーもね、今週で終わりになっちゃいますけれどもね、また確認していただいて、次もね、確認が済めば、スポンサーになって一年は確認かかるみたいですからね。そういうことですか、確認よろしくお願いいたします、ね。はい、スポンサーお願いしますってことですか、それはもう。確認を。いや、ダメです。スポンサーになれるかどうかの確認を。副社長に直接目合わせて。ですね、うん。すいません。あと確認が済んだらコーナーもやらせていただいて、お願いします。ということで、緑安全さん、ありがとうございました。